上空から見た地球の大気の層と、雲国際宇宙ステーションから見た、日没時の地球の大気。大流圏は、夕焼けのため、黄色やオレンジ色に見えるが、高度とともに青色に近くなり、さらに上では黒色に近くなっていく。文字数で可視化した地球と大気の衛星映像大気の、各層の模式図地球の大気とは、地球の表面を層上に覆っている気体のこと。 地球科学の処分野で地表を覆う機体としての大気を扱う場合は大気と呼ぶが一般的に身近に存在する大気や一定量の大気のまとまり等としての大気を扱う場合は空気と呼ぶ大気が存在する範囲を大気圏その外側を宇宙空間という大気圏と宇宙空間との学術的な境界は何を基準に考えるかによって 幅があるが、一般的には、大気がほとんどなくなる、高度1 0 0トルのカーマンラインより外側を宇宙空間とする。国際航空連盟やアメリカ航空宇宙局は、活動を円滑に進めるために便宜的にこの定義を、用いている。地球を覆う機体の層であることを強調する場合は、大気圏、その機体そのものを指す場合地球科学では、大気、それ以外では、空気といい。 使い分けられる。英語では、大気圏や大気を指す場合アトモスフェア。空気を指す場合エアと呼ぶ。大気は、温度変化を基準にして、延直方向に4つの層に区分されている。これを、地球大気の延直構造という。高度が高くなるにつれ、延直方向では、気圧や密度が単調に低下するほか、大気の流れの性質、分子組成などが変化する。 清層圏と中間圏は一つの大気循環で混合しているため、二つを合わせて中層大気と呼ぶことがある。熱圏のさらに上部に外気圏を置く場合もある。円直構造とは別の視点から命名されているものもある。地球の大気は太陽放射の量が最も多い赤道と最も少ない極との間での熱輸送を担っており、これにより、 水平方向に循環構造を持っている。大きく分けて、大流圏の循環と、中層大気の循環の二つがある。大流圏の大規模な循環は、三つの風景が、北半球と南半球に一セットずつの、計六つの風景からなる。赤道を挟んだ、低緯度には、地表加熱による上昇気流を原動力とした、ハドレー循環があり、地表では、 熱帯収束帯と呼ばれる上昇気流の中心線に向かう北東南東の貿易風が吹く。極を中心とした高緯度には地表冷却による下降気流を原動力とした極循環があり、地表では極高圧帯から周囲に吹き出す北東南東の極東風が吹く。中緯度には関節循環のフェレル循環が存在する。 年平均の風向を見ると、熱帯収束帯で上昇した空気が下降してくる、亜熱帯高圧帯から高緯度低圧帯に向かって風が吹いているように見えるが、実際には温帯低気圧や移動性高気圧により、南北の風向は変化が大きく、それよりも西寄りの偏成風が特徴的である。中緯度では、偏成風の南北蛇行である。 気圧不安定波により熱が低緯度から高緯度へ輸送されている。大流圏ではこれよりも小さな循環が存在する。赤道付近では太平洋西部で上昇気流、インド洋、大西洋や太平洋東部で下降気流が強く、これをウォーカー循環という。また、大陸と海洋の間で一年を周期に風幸が変化する季節風も、 循環構造を持っている。中層大気では、低緯度上空や夏の極上空で上昇気流、冬の極上空で下降気流が強く、これをブリュワーアドブソン循環という。地表付近の大気の主な成分は、比率が高い順に、窒素が78.08%、酸素が20.95%、アルゴンが0.93%、 二酸化炭素が0.03%である。水蒸気は最大4%程度になるが1%を下回ることもあり、場所や時間によって大きく変動する。水蒸気の影響を除くため、一般的に地球大気の蘇生は乾燥大気での蘇生で表される。二酸化炭素、オゾンのほかいくつかの微量成分の濃度も場所や時間によって大きく異なる。 地表に、それらの気体の発生源や吸収源が存在するためで、例えば二酸化炭素は、空間的には都市で濃度が高く、時間的には植物の活動が活発化する夏に濃度が減少する。なお二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、六フッ化用、フロン類などの温室効果ガスの濃度は、20世紀、中盤以降増加を続けていて、 気候変動研究を目的に監視が続けられている。また、排気ガスなどに含まれ大気汚染を引き起こすに、酸化用、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素などいくつかの気体成分は、個体の浮遊流子状物質などとともに常時測定が行われており、日本では高濃度になった際に、都道府県は大気汚染注意報を発表して、 排出制限や住民への注意の呼びかけを行う。なお、水蒸気、二酸化炭素、オゾンは、地表付近に発生源があるため、延直方向でも比率が大きく変化する。これら以外の主成分は、高度上昇とともに気圧が下がっても比率は一定で、中間圏海面の上高度 90km 付近までは、ほとんど変化しない。大気の延直方向の温度や、 素性の分布は、緯度によって異なり、また季節や、測定ごとに異なる。しかし、科学では、実験や大気について論じるとき、また産業面では、工業や航空で大気の物性を知る必要がある、ときに、基準となるものが必要である。そのため、近代より、様々な標準大気モデルが作られている。現在工業の分野では、 国際標準化機構標準である ISO2533-1975 の国際標準大気を世界標準として各国の国内基準が作られている。また、米国標準大気のほか、航空では ICAO DOC 7488CD の ICAO 標準大気が標準として用いられている。宇宙工学では、 ナルルムサイズマイナスレーレが用いられる。過去10億年の大気中の酸素濃度の変化地球大気の歴史については、確証は得られていないが、以下のようなことが考えられている。生涯中のゴミやガスから誕生した46億年、前の地球では、内部からの噴火による脱ガスにより、気発成分が大量に放出されて、原始大気を形成した。生涯ガスは、 水素とヘリウムが圧倒的に多く、ついで CO、H2O、NH3、チョ HCN の順で多い。原子大気もこれに準じた成分で高温高圧だった。これは現在の太陽の大気と似た成分である。水蒸気による温室効果が原子地球を高温高圧に保っていたという説もある。水素が多いため大気は 還元的だったと考えられる。このうち、水素、ヘリウムなど軽い成分は、原子太陽の強力な太陽風によって、数千万年のうちにほとんどが、宇宙空間へ吹き飛ばされてしまったと考えられている。水素を失った大気では、一酸化炭素が、水から酸素を奪って二酸化炭素になり、高温により、アンモニアから、窒素分子と、水素分子が生成された。 こうして新たに生じた水素も散逸し、原子大気の主成分は二酸化炭素、水蒸気、窒素となった。やがて太陽風は太陽の成長とともに次第に弱くなってくる。原子大気は100気圧程度もあり、高濃度の二酸化炭素が温室効果により地球が冷えるのを防いでいた。現在の近世の大気に近いものであったと考えられている。この頃の大気に、 酸素はほとんど含まれない。太陽からの紫外線により、水蒸気が光り返りして、酸素を形成した過程はあるものの、地殻を構成する鉄などの金属のほとんどは、還元状態にあり、酸素は酸化に使われすぐに消費されて、大気中にはほとんど残らなかったためである。古い変成岩に含まれる、堆積岩の痕跡などから、43から40億年前頃に、 海洋が誕生したと見られる。この海洋は原子大気に含まれていた水蒸気が火山からの過剰な噴出と温度低下によって凝結し雨として降り注いで形成されたものであった。初期の海洋は原子大気に含まれていたアリュウ酸や塩酸を溶かし込んでいたため強い酸性となった。氷酸性の原子海水は近くに含まれるカルシウム、マグネシウム、 鉄などの金属イオンと反応し、中和物を生じて沈殿し海洋の酸性度を下げたと考えられている。酸性度が下がった海洋は二酸化炭素が溶解できるようになり、これも金属イオンと反応して、崩壊石、腐敗は、皮脂鉄鉱などを生じて沈殿し、やがて海水にはナトリウム、カリウム、塩素などの水溶性の、いわゆる食塩の成分が、 相対的に多く残ることになった。こうして、原子大気の半分とも推定される、大量の二酸化炭素を吸収して、大気圧が急降下し、温室効果が下がって、気温も低下した。やがて生命が誕生し、二酸化炭素を用いて光合成を行う生物が、誕生すると、それらは水を分解して、酸素を発生するようになる。さらに、二酸化炭素が、 生物の体内に炭素として蓄積されるようになり、長い時間をかけて過剰な炭素は、化石燃料を、生物の殻からできる石灰岩などの、堆積岩といった形で固定される。植物が現れて、以降は、酸素が著しく増え、二酸化炭素は大きく減少する。大気中の酸素は、初期の生物の大量絶滅と、さらなる進化を導いた。また、酸素は、 紫外線に反応し、オゾンを作った。酸素濃度が低かった頃は地表にまで及んでいたオゾン層は、濃度の上昇とともに高度が高くなり、現在と同じ清掃圏まで移動した。これにより、地表では紫外線が減少し、生物が陸上に上がる環境が整えられた。最初のうちは、酸素濃度は上昇し続けたが、2億8500万年前の ペルム気候期を境に酸素濃度が徐々に減少を始める。この頃は酸素を消費する様々な高規性細菌が誕生し、木材普及菌なども発生して後に石炭となる形で、それまで地下に封じ込められてきた植物を芯まで分解するなどして徐々に炭素循環サイクルが変わっていった。 そして2億6100万年前に大大陸パンゲアが出現し、すべての陸地が一つの大陸として集まっていた頃、プレートテクトニクスによる火山活動が活発化し、それに伴いメタンや硫様化合物などが撒き散らされ、それらと化学反応を起こして、突然酸素濃度が急降下した影響で、海洋無酸素事変が2000万年も続き、 ヘルムキマツの大量絶滅を招く原因となった。また、火山ガスが放出されたことで、水蒸気、二酸化炭素、メタン、溶化合物などといった、温室効果ガスが大量に撒き散らされた。これにより、メタンハイドレートが気化し、水蒸気とメタンが間散らされるなどして、さらなる気温上昇が生じるというスパイラルが発生。低温、高酸素環境になれた。 現世代の生態系に致命的な影響を与えた。ありがとうございます。